ドル兼のサニー。来る日も来る日も、家族の帰りを待っていました。しかし数週間経っても、誰も帰ってくることは、ありませんでした。喉が渇いたサニーは、トイレの水を飲み、体はガリガリに痩せ、毛は伸びきって、もつれていたそうです。限界の状態だったところを、アパートの管理人に助けられ、レスキューに移されました。サニーの家族は、すでに引っ越していて、2歳のサニーを、置き去りにしていきました。しかしサニーの様子を見ると、その以前から、かなり長い期間、ネグレクトを、受けてきたようです。毛がもつれきって、足を使うことすら、できませんでした。そこで何よりもまず最初に、毛をカットしなければ、なりませんでした。かかった時間はなんと8時間。体のあらゆるところが、痒いみたいですが、それでも体が軽くなって、すっきりした様子のサニー。ペット用品店に連れられると、楽しくて仕方がない様子。スーパーマンの服で、カートの上に乗り、ショッピングを満喫中です。サニーは幸運にも、すぐに新たな飼い主を見つけることができたそうです。週末にも家族のお家へ引っ越すことになっています。これまで苦しかった分、たくさんの愛情を受けて幸せに暮らしてほしいですね。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録を、お願いします。